皆さんこんにちは。はじめに千葉県誕生150周年記念コラボキャンペーンについてお話をいたします。本県では今月迎える誕生150周年を記念して県内各地で記念事業を実施する予定です。この度150周年を契機として県内に商業施設を展開する企業による新たな連携が実現する運びとなり、千葉県誕生150周年記念コラボキャンペーンとして千葉の魅力発信に取り組んでいただけることとなりましたのでご紹介をいたします。この取り組みの第1弾では地産地消や県産品の PR、 150周年を記念したフェア、イベント等の企画やこれらの情報の一元的な発信を行います。これまでは6月15日の県民の日の前後に個々の企業が県産品のフェアやその PR 等を行ってきました。今年は150周年をきっかけにコラボキャンペーンとしてこれらのフェアやイベント内容を網羅した共通のポスターを作成し、県内各地における買い物やイベントの情報を企業の枠を超えて一元的に提供することといたしました。第1弾での連携企業はイオンモール株式会社、イオンリテール株式会社、株式会社伊東洋華堂、株式会社セブンイレブンジャパン、株式会社そごう西武、株式会社千葉ステーションビルの6社です。なお第2弾の取り組みも現在検討中であり、県の成り立ちが分かるパネル展示やワークショップを各企業の店舗で行うイベントなどを調整中であります。詳しい内容は今年の夏ごろにお知らせをいたします。県では150周年を記念して引き続き市町村や民間企業との皆様をはじめ幅広い主体と連携をしながら本県ならではの魅力を生かした取り組みを展開していきます。さらに150周年契機として始まった取り組みを将来に向かって継続し未来につなげていきたいと考えております。次にミルクフェスティバル2023についてお話をいたします。6月1日は牛乳の日、そして6月は牛乳月間となっています。これにちなんで千葉県牛乳普及協会によるイベントミルクフェスティバル2023が開催をされます。今年は6月3日と4日、千葉市の千葉ポートパーク円形芝生広場において牛乳の試飲や酪農家が作ったジェラートの販売、乳搾り模擬体験や牛乳パックを使った工作など牛乳に関連したさまざまな催しが実施をされます。ぜひイベント会場に足をお運びをいただき、酪農や牛乳について知っていただくとともに、酪農発祥の地である千葉県のおいしい牛乳を飲んで毎日健康に過ごしていただきたいと思います。私からは以上です。それでは質問になります。はじめに幹事社千葉テレビさんお願いします。今月の感謝千葉テレビ前です。よろしくお願いします。まずは牛乳の日、牛乳月間に関する質問なんですが、はい、今はですね、県内の酪農家さんたちも飼料の高騰などで、まあ、今年1年間でもかなりこう廃業されているところも多いと聞きます。こうした県内の現在のですね、酪農家さん、畜産農家さんの現状についてどうご覧になっているか教えていただけますか。はい、ご質問いただいた通りですね、酪農農家の方々の状況というのは大変厳しいものがあるというふうに思っています。当然ながらこう飼料の高騰もそうでありますし、さらに電気代や光熱費などもですね、高止まりの状況で、非常に経営が厳しいという声は我々のところにも寄せられております。昨年度に引き続き今年度も5月の県議会の方で補正予算計上してですね、この飼料、それからその価格高騰対策というのを講じていますので、できる限り速やかに必要とする酪農農家の方々に支援を届けていきたいというふうに考えています。あとは我々も支援をいたしますけれども、やはり消費が拡大することが一番重要でありますので、今回のミルクフェスティバルもそうですけれども、県民の皆様方にですね、できる限りこの牛乳もしくは乳製品の消費拡大が図られるようにですね、関係団体とともにしっかりと取り組んでいきたいと、そういうふうに思っています。今お話しあった通り、5月補正でその支援補助金ですね、はい、出ましたけども、その消費喚起と含めてですね、今後さらに何か追加の支援等で今検討されているということがあれば教えていただきたいんですが、今現段階はこの補正予算を速やかに届けることに我々としては全力をしっかり注力していきたいというふうに思っています。今後これから先、飼料であったり光熱水費の高騰というのがですね、どのように続くかしっかり見ながらですね、国と連携をして
農家の方々が特に千葉の酪農が続けられるような状況をですね、しっかり作っていきたいと、そういうふうに考えています。で、消費喚起という点で関連でもう一問なんですが、千葉のプレミアム食事券が昨日で終了となりました、はい、去年12月からですかね、始まって2度延期されて昨日で終了ということで6ヶ月だったと思うんですけども、はい、これから具体的な精査というのはこれからだと思うんですけども、まず昨日で終了してですね、このプレミアム食事券 その効果といいますか、どのように見てらっしゃるか教えていただけますでしょうか。はい、大変多くの方にですね、ご利用いただいて、まず我々としては県民の皆様方の、いわゆる生活も底支えをしたいというふうに考えておりましたし、この間厳しい環境に置かれた飲食店の皆様方を応援をするということ、それから飲食店を応援することで間接的に、生産物を生産されている方々も支援をするという、そういう考え方の中でやってきたものでありますけれども、長く需要の底支えであり県民生活の底支えができたのではないかなというふうに思っています。所管は何かいたらいないかな。いない。はい、はい、ご了承どうもありがとうございます。それでは同じく幹事社朝日新聞さん、お願いします。同じく今月から幹事社させていただきます、朝日新聞の田中です。どうぞよろしくお願いいたします。今発表事項に牛乳のお話ございましたけれども、知事ご自身はですね、消費者としては牛乳はどんな存在なんでしょうか。私はもう子供の頃から一貫して牛乳は大好きでありまして、常に飲んでおります。家族中も含めてですね、必ず牛乳は何本も冷蔵庫に入っておりますので、そういう意味では私自身は牛乳というのは切っても切れない、存在でありますし、美味しい牛乳を生産される、日本の千葉県の酪農農家の方々がしっかりと計画続けられるようにしていく必要があると、そういうふうに思っています。一つの食品ですので好き嫌いあると思います。学校の給食で飲めないっていうお子さんもですね、いたりすると思うんですけど、牛乳ってなんて言うんでしょう、これを飲むことによる利点というか、知事はどんなふうにお考えでしょうか。そうですね、これ私も市町村市長時代にこの給食にも関わってきましたけれども、やはり非常になんていうんですか、バランスのいい栄養食材であることは間違いありませんし、またこれはいいのか悪いのかというのはありますけれども、比較的安価にそういう意味では栄養バランスが整えられるという意味においては、おっしゃっていただいたように、全ての方、子どもが牛乳が好きなわけではないわけではありますけれども、しかしながら牛乳というのはそういう意味では栄養を考える上ではですね、非常に重要な食材の一つであることは間違いないのかなというふうに思います。ありがとうございます。緩和給大ですけれども、先日、新しい湾岸道路に入れて、規制同盟会が発足されて、で、国の方への要望もなされました。はい、でこの道路をめぐってはかつて、環境保全との兼ね合いでですね、事実上休止したようないきさつもございます。今回こういった形で要望に至るに至った、この間 その社会情勢なり経済情勢なり の変化というもの、あるいはその必要性というのをどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますか。まず一つ、その必要性の部分で言えば、湾岸エリアの渋滞が慢性的な状態にあるということ、また湾岸部分において物流施設の集積がこれまでも進んできましたし、これからも e コマースの進展によってさらに伸びていくことが予想されること、そして千葉港が埠頭の再編整備も含めて千葉港の機能強化をしておりますので、ますますそういう意味では大型物流がその地域でさらに必要性が増してくるという、こういう状況ですよね。あとは災害に備えての緊急物資の輸送道路という、そういう観点でもですね、極めて重要であって、重要性というのはその第二東京湾岸が議論された時と同じと変わらず、さらに重要性が増してきている状況です。で、一方でおっしゃっていただいたとおり、やはり例えば3番線の再生計画ですとか、そうした環境への配慮ということがですね、当然、経緯としてあったわけでありますので、この県、それから沿線市も、それから国もですね、この間のこの必要性と、それから地域の環境への配慮、この部分について研究であったり、議論を重ね、そして調整を重ねてきた結果ですね、
新たな、まあ、基本方針が令和2年に、策定をされて、そして、整備促進大会であったり幾多の調整を経てですね、今回規制同盟を設立するに至ったということでありますので、ちゃんとなんていうんですかね、過去の経緯を踏まえて向き合った上で、しかしながら今の千葉の湾岸エリアにとって、日本にとって必要な道路整備を着実に進めていきたいと、そういうふうに考えています。ありがとうございます。またお話変わりますけれども、同性婚をめぐって、先日も名古屋地裁で一つの司法判断が出ました。で、地裁によって判断は分かれるところでありますけれども、今回の判決というのは少し踏み込んだ意見について指摘する内容だったかと思います。千葉県が被告になっている事件ではないんですけれども、今回の判決どのようにご覧になったかどうか、県の方では多様性条例のですね、策定を今目指されているところでありますので、ご所見伺えればと思います。はい、判決について、最終的には国政において国会において受け止め、そして、議論されるべきものだというふうに思っておりますけれども、この間、さまざまな立場の方々にとってですね、その人たちが生きやすく、そして暮らしやすくなる、そういう環境を整えていくというのは、これはもう行政にとって政治にとっての私は使命だというふうに思っておりますので、多くの議論を経てですね、国民の皆様方が納得できるようなですね、そうしたあり方を国政において国会において議論をしていただければなというふうに思っています。ありがとうございます。また別の案件ですけれども、岸田首相のですね、政務担当の秘書官が、事実上の更迭という形になりました。公的なですね、公職にある方が 何がしか、役職に任用される場合の、身内の登用というものについてですね、この間 の、この問題の経緯などをご覧になって、知事はどのようにお考えになったか伺えますでしょうか。そうですね、これちょっとなかなか難しいところかなというふうに思っています。その役職においてそれが本当に適材適所であればですね、何か制約をするというのもそれは逆に、好ましくないのかなというふうに思っておりますので、いずれにしても何ですか、公的な役職なわけですから、それにふさわしい、人材であるということをですね、しっかりとその任命権者の方が判断をされることが重要ではないかなと、そういうふうに思います。ありがとうございます。以上になります。続きまして各社様より質問を受けします。いかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の岡田です。先日全国知事会としてですね、マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次いでいることについて、国に緊急提言を行ったと思います。これについての知事ご自身のご見解とですね、今そのデジタル化への過渡期にある中で、こうしたミスが起こっている一方で、その DX とかデジタル化そのものに対する信頼感というものが低下するんじゃないかという見方もあります。この点についてもですね、県として推進する中でのお考えをお聞かせください。はい、まずこう大前提とするとですね、この日本という国が諸外国と比べてデジタル化 DX が遅れているというのは事実だというふうに思っています。国民の税金を少しでも効率的に経費を節減をして行政事務を進めていくという観点、さらには確実に支援が必要な人に支援を届けるという観点であったり、もしくは行政の効率性を高めるためにそれぞれの取り組みのデータをしっかり分析するという観点からもですね、マイナンバーも含めたこうしたデジタル社会は着実に進めていかなければならないというふうに思っています。しかしながらさまざまなシステムデジタル関係のトラブルが起きるたびにですね、国民の皆さん方からすると制度であったり運用面に対して不安になるというのは当然だというふうに思っていますので、大きなそうしたデジタル社会への転換をしていく過程においてはですね、やはり丁寧な制度設計であったり運用
関係者がしっかり確認をして徹底をしていくということが重要になってくるというふうに思っています。まあ、マイナンバー関係のこの間の一連のトラブルというのは、まあ、そういう意味ではそのマイナンバーおよびマイナンバーカード関連システムのリスクなのか、その周辺におけるリスクなのかというのをしっかりと冷静に切り分けた上でですね、議論していく必要があるというふうに思っています。今回の件はしっかりと総括をして国の方でもですね、再発防止に向けて取り組んでいただきたいというふうに思いますが、私からすればですね、そのマイナンバーおよびマイナンバー関連の取り組みを見直すということではないと私は思っていますね。はい、他にご質問いかがでしょうか。日経新聞さん。日経新聞の桜井です。物価高騰対策についてなんですけれども、児童の、支援金、まあ、スケジュール感など今分かることがあれば教えてください。どうだろうか。多分まだですね、時期的なことは、すいません、市町村の皆さんと、はい、まさに調整をさせてもらっているところです。はい、その市町村などで独自に県 の、ね、支援金を保管する動きが出ていると思うんですけど、はいはい、それについて何かお考えあれば教えてください。そうですね、我々もともとその子育て世代のその支出の実態を見て、最も支出が大きい、まあ、支援の必要性が高いと判断されるところに我々としては支援を決定したわけでありますけれども、しかしながらですね、市町村と意見交換をしていく中で、まあ、県が小中を中心に支援をするのであれば、未就学児だけであれば市町村の自分の財政力でなんとか支援ができるかもしれないという話は、これはもう当初より意見交換をしていく中で出てきたものでありますので、我々もかなりその進捗に応じて情報提供しながらですね、進めてまいりました。そういう意味では結果的にそれぞれの市町村のご判断ではありますけれども、県と市町村が連携する形でですね、多くの子育て世帯に物価高騰に対する教育学びの機会確保等で支援ができるというのはですね、それは大変いいこと、良かったのではないかなというふうに思っています。あります。また別件なんですけれども、企業立地、昨年の、千葉県内の企業立地の数字が出たと思うんですけれども、はい、前年から大きく伸びていて、はい、まあ、特に物流施設が伸びているという話だったんですけど、はい、まあ、伸びた理由というのと、まあ、今後の課題、まあ、用地問題などあると思うんですが、そちらについて、ね、教えていただければと思います。はい、やはりコロナが5類以降になっていく、そういう過程の中でですね、それぞれの企業の投資意欲が高まっているということと、我々千葉県としてもですね、企業立地セミナーであったり、またさまざまな補助制度であったり、積極的に組織としてもですね、企業誘致に取り組んできた、その結果がこうした形で現れていると思います。しかしながら千葉県産業用地がですね、非常に不足している状況にありますので、そこはですね、今この瞬間もそうです、将来にも含めてですね、確かな形で、民間なのか市町村なのか、さまざまな主体と連携をして県内で産業用地の可能性をしっかりと見極めて、着実に整備をしていく必要があるだろうと、そういうふうに思っています。ございます。首都圏などで、千葉県の、ポテンシャルといいますか、企業誘致を進める上で、はい、こういったところをアピールしていきたいというものがあれば教えてください。はい、我々千葉県にとってはですね、県央道が令和6年度末を目指して全線開通を目指して取り組みが進んでますし、それ以外にも北千葉道路であったり、千葉港の機能強化、そして成田空港の機能強化を含めて、経済的にインパクトのあるですね、そうしたインフラ整備がですね、この間断続的に完成していくことが見込まれておりますので、そうした千葉県の将来性をしっかりと多くの企業にお伝えをしてですね、そして我々の努力によって積極的に千葉県に企業誘致雇用を作ってまいりたいというふうに思っています。他にご質問いかがでしょうか。千葉日報さん。千葉日報の福田と申します。電気料金の値上げについて、お伺いしようと思います。6月からですね、東京電力が電気料金の抜本的な値上げを行
行って、標準家庭の料金で881円の値上げとなります。この事業者や家計に及ぼす影響や、県として補助金などですね、負担軽減に向けた取り組みなど、お考えがあったらお聞かせいただきたいと思います。本当に電気料金の値上げというのは、県民生活、それから事業活動に大変大きな影響を及ぼすというふうに思っています。この電気料金の値上げは千葉県特有のものではなくて、全国で起きていることでありますので、国としてですね、しっかりとしたこうした物価高騰対策についてですね、取り組んでいただきたいというふうに思っています。それとですね、電気料金の値上げの背景をしっかりと分析を総括をするのであればですね、やはり再生可能エネルギーも含めたですね、そうしたなんていうんですかね、エネルギー政策そのものもしっかりとした道筋をつけてですね、転換をしていかなければならないというふうに思っていますので、その負担の軽減だけではなくて、そのシフトをしっかりと後押しするようなですね、政策も政府にはより今まで以上に力を入れていただきたいなというふうに期待をしております。ありがとうございます。話題変わってですね、新型コロナウイルスの週報についてなんですけれども、1医療機関あたりの感染者数が、2週間前の19週で 3.08、20週が 3.97、21週が 5.21 と徐々に増えている状況かと思います。こういった週報の状況からですね、現在の感染動向はどういうふうに見てらっしゃるか。はい、緩やかな増加傾向だというふうに受け止めています。定点における感染者数もそうでありますし、また陽性率も高まっているというふうに聞いておりますので、そういった意味では拡大傾向が続いているというふうに考えておりますので、いずれ大きな感染の波が来たときにもですね、県民の皆様にしっかり医療が受けられるような状況を作るためにですね、引き続き医療機関とはですね、情報共有であったり連携を深めてまいりたいというふうに考えています。わかりました。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。じいさん。時事通信及川です。お願いします。牛乳と酪農の関連で伺います。10年ほど前 のバター不足を発端に国は補助金出して、生乳 の生産増加を後押ししました。で、ただ最近は生乳 の供給が過剰となっているために、この3月からは乳牛1頭を減らしたら15万円の交付金を出して、今需要と供給の調整を図っているところだと思います。で、今年度国は訪日外国人客と子ども食堂をターゲットに、消費拡大にも乗り出しているところなんですけれども、こうした支援策や生産抑制の対策は打っていますけれども、これまでにないレベル の、この牛乳ショックというか酪農危機に直面している今、国にはどういう支援策を期待していますか。お願いします。そうですね、おっしゃった通りですね、国の政策の中でこうアップダウンがあったのはこれは間違いないことだというふうに思っています。やはり人口の動態とその消費量を、しっかり見極めた上でですね、酪農家の皆さん方にとって、将来見通しが持てるような形のですね、中長期的な視点に立った政策を続けていただくのが重要かというふうに思っていますので、その点短期的なもちろんその支援策、これはこれでもう今の状況であれば当然必要でありますし、うまく、中長期的な、状況の中で、日本の酪農家の皆さん方が希望を持てるような、そうした政策を進めていただきたいというふうに思います。他にご質問いかがでしょうか。よろしければ以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。